小松菜奈やスノーマンも世界的ファッションブランドの広告塔に抜擢された日本人セレブたち。近年、世界的ハイブランドが次々とアンバサダーを起用している。特に2022年から2023年は、スノーマンがティファニー・キングにの常田大輝さんがサンローランに就任するなど、日本のセレブたちも大活躍。今回は、そんな広告塔を務める日本人セレブたちを一挙ご紹介。 俳優モデルとして活躍し、シャネルのアンバサダーとしても知られている小松菜奈さん。2023から24年周東コレクションのティザー動画のヒロインにも抜擢され、ますます注目を集めた。また、3月7日にパリで行われた同ブランドのショーには夫である俳優の菅田正樹さんと共に参加し、This is my husband と関係者に紹介する場面もキャッチされ、大きな話題に。 先月開催された WBC2023 で大会 MVP を獲得したプロ野球選手の大谷翔平選手はドイツ発ファッションブランドボスのアンバサダーを務めている。